川棚駅は、長崎県東園義群河川名町百津里にある、九州旅客鉄道大村線の駅である。川棚町の中心部にあり、乗降客も多く、快速、シーサイドライナーも停車する。かつては、長崎唐津、博多を走っていた急行、平戸や、長崎佐世保間を走っていた特急、シーボルトも停車していた。当駅は、 大村市と佐世保市の中間に位置しており、両経済圏の境となっていること、2つの高校の最寄り駅であること、県北、県央の学区の境界であることなどから、上り下りともに乗客の入れ替わりが多く早朝の混雑は特に激しい。駅前には西越バスの川田のバスセンターがあり、ハサミ方面への乗客が当駅でバスに乗り換えることも多い。 端式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎からホーム、線路、ホーム、線路の順に並んでいる。2番線に隣接した側線は補線用のヤードになっており、長崎寄りの方から約40メートルほどの区間に訓練用と思われる河川が張ってある。また、線路脇に補線区のプレハブがある。太平洋戦争終結までは、 川田中海軍工廠への貨物列車が当駅に発着し、軍用貨物などを多く扱っていたこともあり、校内はやや広い。そのため、安全側線は設置されていない。当時は、海側の側線から臨海部の工場へ向けて引き込み線が存在した。その面影は、今も長崎よりの100つ踏切付近や工場群を走る道路などに見受けられる。 また、一番ホームに隣接して、小規模な貨物ヤードが、長崎よりに本線に沿って、入れ替え用の側線が存在したが、現在はすべて撤去されており、ヤード跡は、地元のタクシー会社の駐車場となっている。下り方の線路が不自然な配置となっているのは、この名残である。駅舎は、コンクリート平屋である。明治時代に開業してから戦前までは海側に、 あったが戦後になって本通りが山側に移ったため現在は山側にある。ホーム関連絡は平面横断。古戦橋は駅前と駅南を結んでおり、駅南側の住宅地からの利便性を向上させたものである。古戦橋は川田町が駅前の改修工事を行った時に設置され、同時に駅前と 駅南に有料駐車場が設置された。また、この工事に先駆けて駅前に電光掲示板付きの時計塔が設置され、ニュースや街の情報などが流れる。2006年、校内改良工事により、1番ホームと2番ホームの間にスロープが設けられた。長崎寄りにあった校内踏切が佐世保寄りの改札に近い位置に移設され、遮断機も設置された。以前は、 遮断機が存在せず、混雑時には、下り列車が発車直後に急停止することも多々あり、危険な状態だったが、これにより解消された。また、この工事に伴い一番ホームの佐世保より40メートルほどが使えなくなったため、長崎よりの未使用部分を回収し延長された。しかしながら、下り出発信号機と ATS 地上市の位置の、 関係で有効延長が短くなったため4両編成までの対応となり、大村線内で最もホームの短い駅となった。JR 九州鉄道営業が業務を行う業務委託駅である。駅舎には窓口や自動券売機が設置されている。以前は待合室にキヨスクも営業していたが、1998年頃に閉店し自動販売機が設置された。 タバコの自販については駅員が管理しており窓口では新聞等の販売も行っている大半の列車はホーム側すべてのドアが開くが朝晩の営業時間外の2両編成ワンマン列車については前の車両から乗り降りする必要がある河田町の中心部である駅前北側を大村線に並行する形で国道205号が通っている路線バスは 国道205号を挟み左正面にある川田のバスセンターから発着している。詳細は該当の項目を参照。ありがとうございます。